サンレイレディス2日目9日、透明カントリークラブ、静岡県6592ヤードパー71、3試合連続でトップ10に入っている渋野ひな子が、6バーディー1ボギーの67で回り、トータル6アンダーまでスコアを伸ばした。ホールアウト時点では、上位勢がプレー中だが、 高位置で最終日に向かうことになる。出だしから、好調なティショットをスコアに結びつけた。1番パー4では2打目を1メートルに、つけバーディ発進。3番パー5では2打目をカラーまで運び、楽々バーディ。8番パー5でもにオンに成功し、バーディ。3つ伸ばして折り返した。 前半のパー5もしっかりバーディを取ることができたので、全体的に安定したゴルフができたと思います。スタートダッシュに成功し、気分良く後半に入った。後半の出だしは193ヤードのパー3。ここでも奥のピンを果敢に攻めて、奥からからの2打目をパターで流し込みバーディ。 その後はパーが続き14番で短いパットを外してボギーとしたが、続く15番、そして17番でもバーディー、一気に上位戦線に浮上した、ティショットのフェアウェイキープ率も良かったし、セカンドショットもそんなにブレることがなかったので、 全体的に良かったと思います。14番だけ。そこだけですね。結果を考えずに内容重視のプレーを続けている渋野日向子。一貫してその姿勢を崩さないが、明日は優勝争いが見える位置で臨むことになる。それでも優勝は意識したくない。 目の前のことに集中するだけですと、やることはいつもと変わらない。2019年11月以来の優勝へ無欲と無意識で臨む支部の日向子。意識はしなくとも、視界は良さそうだ。支部の日向子が67と伸ばし首位と3打差でホールアウト、すごくいい内容。 第2ラウンドが行われ、首位と5打差の28位から出た、渋野ひな子、22位コールサントリーが6バーディー、1ボギーの67で回り、通算6アンダーにスコアを伸ばした、ホールアウト時点では、暫定4位で、首位と3打差につけている、出だしの1番パー4で、 残り136ヤードをピンそば1メートルに寄せてバーディー発進。そこからバーディーを積み重ね、部の日向子がムービングデーに優勝戦線へと浮上した。最小限のボギーで回ることができたし、前半のパー5の2つでしっかりとバーディーを取ることができた。 すごくいい内容だったと思うし、全体的に安定したゴルフができたんじゃないかと思います。直近3試合は連続トップ10入りと状態を上げている。昨年11月の大王精子エリエールレディース以来、約2年ぶりの優勝を視界に捉えた。それでも、 渋野ひな子自身はあえて優勝は意識していないというチャンスのある位置だと思いますしだからといって狙っていくとよくこけるのでまずは冷静に目の前の1打に集中残り45ホールくらいで23だくらいの差だったらギア上げてもいいのかなと思いますけど 今もしその状況にいると思ったら、怖いな、笑いただ一方で、こんな思いもある。そういう状況になった時の久しぶりの自分はどういう感じかも体験したいし、その感覚も早く味わいたいなっていう気持ちもありますね。オフから取り組んできたスイング改造後。 初の勝利をつかむことができるのか。渋野ひな子の残り18ホールから目が離せない。渋野ひな子が通算6アンダーでホールアウト国内女子スタンレーレディス第2日9日。静岡透明 CC6592 ヤードパー72第2ラウンドが行われ、 シート5打差の28位から出た、渋野日向子、22、イコールサントリーイコールが、6バーディー、1ボギーの67で回り、通算6アンダーで、ホールアウトした。全組ハーフターン時点で、1打差の2位から出た、現在賞金ランク2位の小祝桜、 23、イコールニトリ。18歳のアマチュア佐藤美優美優秋秀学園日立高3年の二人が、通算9アンダーで首位に並んでいる。小祝さくら。高3アマの佐藤美優が9アンダーで、首位、渋野日向子は16番終了5アンダー女子、プロゴルフツアースタンレーレディス第2日。 9日。静岡、透明 CC イコール6592ヤード。パー72最終組が、前半9ホールを終えた。共にスコアを4つ伸ばした、小祝さくら。アマチュアの佐藤美優、美優。茨城、秋秀学園日立高3年の2人が、 通算9アンダーで首位となっている。工藤春香と山下美優が3打差の6アンダー3位で追う。渋野ひな子は16番まで終了し、スコアを4つ伸ばして、前年覇者の稲見もね。大里桃子と並び5アンダーの5位につける。西村優奈。 西郷真央が4アンダーの8位となっている。単独首位から出た、薄い麗華は、前半に3つ落とし。3アンダー17位に交代。ここを綾華が2アンダーの24位。前週優勝した、勝つ南は1アンダーのまま。30位としている。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。